馬車は首都へも行きますか？ああ、終点は首都だよ。やったじゃん！乗せてもらおうぜ。もう歩くのはうんざりだ。もうお前冒険者向いてないよ。そうね、私たち土地勘がないし、お願いできますか？お願いできますか？首都までとなると一人1万2000ガルドになるが、持ち合わせはあるのかい？まずい、あの家に帰ったらお父さんが払ってくれるんですけど。高い。そうか、安いじゃん。おい、首都に着いたら親父が払うよ。うわー、ボンボン来ました。そうはいかないよ、前払いじゃないとね。うわー、世の中の辛さを初めて知るボンボン。え、何？おお、こいつは大した宝石だな。よし、乗っていいな。大丈夫それ？ごめんな、なんか、ごめん、なんか。お前いいもの持ってんな。これでもう靴を汚さなくて済むわ。ルークさん、あなた、ルーク？あれ？あ、お前、ルークさん？そりゃそうなるわ。ルークさん、あなた、ちょっと、なるほどね。ちょっと分からせますか。土地勘がないから。あなたこそどうなの？そうだぞ。俺は軟禁されてたんだ。外に出たことねえんだから分かるわけないだろ。軟禁されてたとかいう最強禁止カード、それ言われたらもう何も言えない。こっちはうまそうなリンゴだな。いいじゃん。ルークさん！お客さん、お金！ルークさん？あら、ルークさん？なんで俺が払うんだ？ルークさん！決まってるでしょ？お店の品物を勝手に取ったらダメなのよ。胃が痛いよ。だって屋敷からまとめて支払いされるはずだろ。ルークさん、そんな、あの、もうダメ、言葉が出てこねえや。で、そうか、ここはマルクトだったな。当たり前だろお前。マルクトでもキムラスカでも、普通はお店で買い物をするときはその場でお金を払うものよ。そうですよ、ルークさん。金なんて持ってねえよ。ルークさん、軟禁理論通じませんよ、ここで。魔物が落としたお金があるでしょう。あ、なるほどね。ああ、そっか、金貨じゃねえから忘れてた。ルークさん、一言多いかな。おい、金を払わないなら警備軍に突き出すぞ。ほら、払わねえとは言ってねえだろ。もうめちゃくちゃだよ。で、どうしたらいいんだ？じゃあ買い物の仕方を教えるわ。すごい、なんか塔の中に幽閉され、なんかラプンツェルを感じるこいつから。ダメだ、食料庫のものは根こそぎ盗まれてる。北の方で火事があってからずっと続いてるな。何？まさかあの辺に脱走兵でも隠れてて食うに困って。いや、漆黒の翼の仕業ってことも考えられるぞ。え、間違いなく漆黒の翼じゃないの？普通に漆黒の翼ってやつらは食べ物なんか盗むのか？ルークさん、もう帰りましょう。ルークさん、ルークさん、食べ物なんかとは何だ。この村じゃ食料が一番価値のあるものなんだぞ。そりゃそうなるよね。なに、せこいこと言ってんの。盗まれたんならまた買えばいいじゃん。令和のマリー・アントワネット、マジかよ。このセリフ地でいけるやついたのか、この世の中に。レキヤー！何？俺たちが1年間どんな思いで畑を耕してると思ってる。ちょっとこれは完全に悪いルーク、これはまずい。何を言ってるの？イオン様を危険な場所にお連れするなんて。イオン様！だったらこいつをどうすんだ。村に送ってったとこでまた一人でのこのこ森へ来るに決まってる。はい、すみません。どうしても気になるんです。チーグルは我が教団の聖獣ですし。そっか、そうですよね。ほれ見ろ、それにこんな青白い皮で今にもぶっ倒れそうなやつ。ほっとくわけにもいかねえだろうが。ありがとうございます。ルーク殿は優しい方なんですね。イオン様！よし、じゃあもうルーク送りの時にイオンも仲間にして、これからイオン、ディア、スバル、この3人のパーティーで行くわ。何て出てんだ。誰が優しいんだ。
アホなこと言ってないでおとなしくついてくればいいんだよ。おいおいおい、ちょ、危ね危ね、この好感度調整なかったら嫌いになるってことだったあと、あの変な術は使うなよ。お前それでぶっ倒れたんだろ。魔物と戦うのはこっちでやる。わー、守ってくださるんですか。感激です、ルーク殿。ちげえよ、足手まといだっつってたよ。大げさに騒ぐな。この気持ちは何だろう。それと俺のことは呼び捨てでいいからな。行くぞ。はい、ルーク。ルークは悪くないよね。マジでね、今のね一連を見て、あの心の中の天秤がぶっ壊れそうになる。何この車庫エビみたいな。